子供プロダクションチャンネルでございます。飛ばねえ。おー、ヒット。はい、イワナです。どうもこんばんは。今日は先日釣ってきたイワナをさばいていきたいと思います。まあさばく前にまずはシャープニングから始めます。カワドですね。カワドにバークリバーのホワイトのコンパウンドを塗ってまして、1万番台ぐらいなんですけども、それでシャープニングしていきます。こんな感じで皮の上を滑らせながらシャープニングしていきます。これでだいぶ切れ味よみがえりますんでね。こっちもやっていきます。はい、これで十分かと思います。多少ちょっとチップしてますが大丈夫です。はい、これが釣ってきたイワナなんですが、まず腹を開けていきます。で次に枝から剥がしていきます。ここに指を突っ込んで突っ込んで、エラの根元にここ剥がします。剥がしました。あとここの付け根の部分見えますかね、ここね、ここを指でつまんで剥がしますと内臓が全部取れてきます。はい、こんな状態ですね。その次にこの血合いの部分、切れ込みを入れて親指の背中でかき出します。こんな感じで、はい、これを洗います。洗い終わりました。でこれよく拭いた方がいいですよね。キッチンペーパーを使って拭いていきます。中も外も水分取ります。まな板も汚れてるんで拭き取ります。でこの状態からまずはあばら骨を剥がします。首を折りまして、ここですね、こっからナイフを入れてあばら骨をすき取っていきます。こんな感じですね。はい、反対もやっていきます。こっから入れて骨の方に近寄らせて、ナイフの刃を近寄らせて突き取っていきます。
はい、透き取りました。そしたら次はこのあばら骨と身の間に包丁を入れて、身を3枚におろしていきます。はい、でここを切れ目入れて、はい、こんな感じです。反対側もやっていきます。ここ切れ目を入れて、ここから3枚におろしていきます。はい、でここで切っちゃって OK です。はい、今こういう状態ですね。3枚におろしてこんな感じになりました。ここから皮引きしていきたいと思います。ここを押さえてですね、ちょっとここ骨残してるんですが、ここを押さえて、見えるかな、ここからナイフを入れまして、皮引きしていきます。はい、皮引けました。こっちも同じようにやっていきます。この骨を起こして、ここからナイフを入れまして、はい、はい、取れました。水分をちゃんと拭いておいた方が身はきれいに取れます。それでここのヒレ、ここは取り除きます。ここちょっと背びれ残ってるんでね、ここもカットしていきます。あとちょっとここの腹のあたりのここら辺もカットしていきます。はい、出来上がりました。あとここね、カットこうし薄くカットして刺身にして食べられると思います。でこれ釣ってすぐ刺身にすると、もし虫いたりなんかするとお腹に悪いんでね、この3枚におろした状態で一旦冷凍庫に入れて、普通の冷凍庫だったら家庭用だったら2日ぐらい、まあ、業務用だったら、まあ、1日冷凍してから解凍して刺身にして食べるといいと思います。そんな感じでまた後ほど、さようなら。